はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルですね、そんな僕が気になるニュースについてね、解説考察していくっていうチャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうと、ガーシーさんが新たな犯罪者を暴露した件ですね。はい。まあ、ガーシーさんといえばですね、復活してですね、生配信をまた始めたわけなんですけども、まあ、その中でですね、様々な主張といいますか、お話をしました。で、その中の一つがですね、いわゆるその犯罪者の暴露なんですね。はい。まあ今回はですね、かなりですね、ガーシーさんブチ切れてたんですけども、そんな中でですね、語ったその犯罪者とは一体どんな人物なのかとかですね、ちなみにその人物もすでに特定されているわけなんですね。はい。そしてガーシーさんの今後の対策、そしてですね、その人物をですね、直接対決する流れにもですね、一緒になりかけたらしいんですね。うん。まあ、その辺も含めてですね、その暴露内容だったりとか、そしてですね、今後の展開ですね、その辺についてですね、ちょっと話していこうかなというふうに、思っております。まずなんですけども、ガーシーさんは最初ですね、その弁護士さん、裁判における弁護士をしてくれていた高橋弁護士の YouTube チャンネルの生配信でですね、その件について、まあ他にも話すことあったんですけども、話そうとしたわけなんですよね。まあ実際動画のタイトルもですね、〇〇を告発っていう風な感じにもなってました。まあしかしながら YouTube からですね、もう永久追放を受けているので、すぐさまね、動画がバンされてしまって、その後ですね、親友のですね、いわゆるその美容師さん、キクリンさんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方のインスタライブの中で、まあ配信を続行したわけですね。で、その中で12個のですね、主張といいますか、お話をされました。で、それに関してはですね、僕の過去動画の方で全部まとめて話してあります。はい。で、ここで話したいのは何かっていうと、その中の1個をですね、より深掘って話したいっていうことなんですよね。うん。で、それが何かっていうと、いわゆるその犯罪者の暴露なんですね。はい。で、これは何かというとですね、どうやらそのガーシーさんのですね、ある知り合いが、ね、いたらしいんですね。この知り合いはもうガーシーさんは知ってます。誰かも分かってるみたいです。で、その人物が、そのガーシーさんが逮捕されて、まあ、結局ね、いわゆるその留置場の中にですね、半年くらい、もうちょっとか、10ヶ月くらいですか、ずっといたじゃないですか。で、その間にですね、その縁を切った相手がですね、どうやら投資詐欺をしていたっていう話なんですね。で、しかもその投資詐欺の方法が自分の名前を使って、つまりそのガーシーさんの名前を使ってですね、そしてガーシーさんのファンとかですね、あとはガーシーさんを助けたいと思ってるですね、支援しようとしてる人たちですね、この人たち相手にですね、投資詐欺をしていたっていう話なんですよね。うん。まあ、つまり、そのガーシーさんを助けるために、こう、こう、こうで、こういうお金が必要なんだとかね、わかんないですけど、はい。もしくはわかんないけど、じゃあガーシーさんが出た後にこういう商売をするから、そのためにガーシーさんを助けるためにお金をね、出さないかとか、まあ、多分そんな感じなんでしょうね。それで、いわゆる、そのガーシーさんのですね、ファンとか、ね、支援者に対してですね、まあ、お金を集めていたっていう話なんですね。で、実際問題ですね、まあ、いくらくらい集まったのかはわかりませんけども、ガーシーさんの口ぶりから察するに結構な金額いったんじゃないかと思います。というのは何かっていうとですね、現段階でどうやら被害者の会ができてるらしいんですよね。で、やっぱその被害者の会もできるほどっていうふうに考えると、まあ、人数もそれなりにいってると思うし、うん、まあ、おそらくそう考えると金額もですね、まあ、金額数百万とか下手したら数千万くらいは、いってる可能性はありますよね。うん。でですね、はい。実際問題ですね、そのガーシーさんのですね、名前を使ったその投資詐欺が行われていることはですね、そのガーシーさんの周りにいた人物はもうすでにですね、いわゆるそのガーシーさんがですね、留置場にいた段階から分かってたらしいんですね。まあ、しかしながらそのことはですね、面会の時とかに伝えないようにしていたみたいなんですよ。で、それはやっぱりなんでかっていうと、言ってしまってですね、まあ、つまりそのガーシーさんがそこで何か暴走したりとか分かんないですよ、怒ったりとかして、それが、結局ですね、裁判に影響が出たりとかするとあれだなって思ったんで、まあ、とりあえずガーシーさんが保釈されたりだったりとか、もしくは執行猶予外に出てから全てを話そうっていうふうに周りの人はね、していたみたいなんですよね。うん。で、その結果、ガーシーさんがそのね、裁判の後半でですね、やっと保釈が認められて、一旦外に出ましたよね。で、その時にどうやら言っていたみたいなんですね。うん。だから、ガーシーさんはその段階で、この詐欺師の存在が分かっていたわけだし、そしてその相手が誰なのかも分かっていたと。ね。もうすでに縁を切ってる相手らしいんですけど、まあでも相手はもう特定できてるわけじゃないですか。まあしかしながらですね、自分の裁判の判決が出る前にそれについて言ってしまうとね、やっぱりその保釈の身ですから。うん。良くないと思ったんでしょうね。はい。だから、あえてそこも黙っていたと。まあ、しかし今回ですね、執行猶予がついたということなので、やっとそれに言及できるっていう話なんですね。はい。で、なんですけども、うん。ガーシーさんとしてはですね、その生配信の中で、おい、お前見てるんやろって言うんですね。はい。その詐欺師に対して、お前見てるんやろと。はい。だからあなたに言いますと。ね。5月中に、そのね、被害者の人たちにお金をきちんと返済しなさいと。はい。自分は今のところあなたの名前を出す気はありませんと。はい。ね。だから、5月中にですね、そのね、ちゃんと謝罪と、そしてお金を返すんだったら、あなたを許しますと。はい。しかしながら、その5月を過ぎてもですね、お金を返していないんであれば、あなた、に対してですね、法的措置を取りますよと。うん。で、実際ですね、その、裁判の弁護士を務めてくれた高橋弁護士と一緒にですね、すでにいろんなことを進めてるらしいんですよ。
ですよね。はい。だから本格的に5月以降動く可能性がありますよと。それが嫌だったら、お金をですね、きちんと返してちょうだいなということをまあ言ってるわけなんですよね。うん。はい。まあ、実際問題ですね。他にも、そのね、その投資詐欺に引っかかってしまったことから、ガーシーさんの名前を使った投資詐欺に引っかかった方は、DM をくださいと。はい。ね、ちゃんと窓口も用意してあるみたいなんで、そこに送ってくれたらですね、被害者の、まあ、会に入れるじゃないですか。まあ、多分そういうことなんでしょうね。うん。で、実際ですね、その保釈中に自分は知っていたんですけども、正直言ってかなり胸が痛かったっていうんですね。はい。やはりその自分の名前を使って、自分のファン相手にお金をね、その詐欺をして集めてると。しかも、その犯人が自分の知り合いなわけですから、かなりですね、胸が痛かった。うん、で、実際ですね、その人物にもう電話をしてですね、もう直接怒ろうと。まあ、要はですね、直接対決ですよ。言ってみたら、まあ、誰か分かってるわけですからね。だってガーシーさんだって、その気になればその人物とコンタクト取るくらい、まあ、おそらくできると思うんですよね。うん。しかしながら、電話でコンタクト取って怒ろうかと思ったんですけども、でもそれもやっぱりやめとこうと思ったらしいんですね。うん。で、実際、ただね、ただ実際問題、現在自分は腹渡が煮えくり返ってるって言ってるんですね。はい。めちゃくちゃブチ切れてると。うん。いうふうに言ってました。はい。まあ、そんなですね、話をですね、いわゆるその投資詐欺のですね、まあ、内情ということでですね、その犯人に対してですね、まあ、忠告でもあり、そして暴露でもありみたいな話をしたっていう感じなんですね。うん。で、なんですけども、僕ね、そのね、この投資詐欺の話をしてるガーシーさんを見たときに、あ、これは相当いろんな対策をされてるなっていうふうに思いました。うん。というのは何かっていうと、まずガーシーさんですね、腹渡に繰り返ってる、要はブチ切れてるんですけども、めちゃくちゃね、冷静を装ってるんですよね。うん。いわゆる今までのガーシーさんの暴露って結局、おい、なんとか聞いとんのやろ、おい、お前ってさ、なんか、そういった感じの対応でやってましたよね。うん。で、これがですね、結局ね、皆さん裁判で常習的脅迫というのに該当してしまったわけなんですよね。そのガーシーさんが逮捕されたですね、罪の中に常習的な脅迫の罪というのがあるんですよ。これ何かっていうと、脅迫をですね、日常的にしていたっていう話なんですよね。で、脅迫罪っていうのは普通にするのと日常的にする、要は常習的にやっていたかによってですね、全然罪の重さが違って、ガーシーさんは常習的脅迫の方で裁かれてしまったんですね。まあ、主にヤクザとか反社がね、裁かれるための法律なんですけども、うん。だからガーシーさんとしては、今回の件を告発はするけども、相手を脅してるっていう風なね、形になってしまうと非常に困るわけですよ。うん。ですよね。はい。せっかく常習的脅迫で裁かれて、でもね、執行猶予がついたにもかかわらず、執行猶予がついて外に出た瞬間に、またこいつ常習的脅迫してんじゃねえかって言ったら、もうそれガーシーさんとしてはやばいですよね。うん。だから、もうかなりですね、怒ってはいるんだけども、怒りをこう、なんですか、全部押し殺した上で、あくまで冷静を装うみたいな感じで、はい。その相手に対してですね、5月中に、ちゃんとお金を返してくださいと。もしも返していただけないんであれば、こちらはですね、それなりの対応したいと思います。もう弁護士にも話をしています。はい。みたいな感じですね。うん。なんかすごい冷静を装ってるなっていう感じが、うん、なんか僕としてはですね、終始感じたかなっていう気は、はい、します。うん。で、さらに言うとですね、その名前を出さないっていうのもですね、やはり今までと違う部分ですよね。やっぱり今までのガーシーさんって、その何かしらの暴露をするときに、相手の個人情報をしっかり晒していたわけじゃないですか。しかしながら、今回ですね、相手のね、その詐欺師の犯人の名前、顔も分かってるにもかかわらず、それも言わないわけなんですね。だからこれも言っちゃうと結局脅迫だったりとか、もしくは名誉毀損とか分かんないですけどね、そういうように値する可能性がありますから、うん。まあ、だから多分ね、僕思ったのが、今回の暴露はね、相当ですね、その弁護士さんとも打ち合わせをして、以前みたいな感じのスタイルはやめましょうと。はい、あくまで淡々と怒りを押し殺して、機械的にですね、うん、相手にですね、まあ、諭す、それ、なんだったら相手の犯人を諭すくらいの勢いで、そして相手の個人情報も出さずにですね、はい、なんとか解決に導こうとしてるっていう感じが、なんかすごいひしひしと感じましたね。うん。はい。まあ、だからおそらくですけど、僕の予想では、今後ですね、5月いっぱいはですね、この件について触れないんじゃないかなと思います。そして5月が過ぎた時にお金が返ってきましたっていうことを言うのか、それとも、お金が返ってこなかったとするんであれば、じゃあ今回の件はですね、高橋弁護士に任せて、今後ですね、詐欺罪としてあなたを訴えてたいと思いますっていうことだけ淡々とまた言っておしまい、みたいな感じなんじゃないかなっていうふうに、うん、思います。はい。うん、まあ、だからなんて言うんでしょうね。なんかこう、ガーシーさんが、同じようにね、まあ、いわゆるその、ね、言ってみたらガーシーさんって以前からね、その、暴露活動をしていた時も、いわゆる芸能人のね犯罪行為とかそういうのを暴露していたわけじゃないですか。なんですけども、なんかびっくりするくらいフルモデルチェンジした感じだなっていう風に思いましたね。うん、はい。だから今思えばですけど、こういう風な暴露の仕方だったらね、こういう風な暴露の仕方だったら、うん、こんだけ大ごとにね、まあなってなかったのかもしれませんよね、今思えばですけども。うん。ね、さっきから言ってる、常習的脅迫に値しない可能性もあったわけじゃないですか。うん。だから、そう考えると、やっぱ、文春さんとかってすごく上手かったりとかしますよね。はい。いわゆる、文春さんってやっぱりですね、書くための、その、報道するためのテクニックをものすごく持ってたりするわけなんですよ。はい。なんか、例えばなんですけど、じゃあ、最近話題と松本人さんの件で言うとですよ。はい。松本さんが、性加害をしているっていうことをですね、報じているわけなんですけども、これって何が上手いかっていうと、あくまで、その、A 子さん、B 子さんから聞いた話を文春さんが、話してるだけですよっていうスタンスで書かれてる
んですよ。うん。つまり、その文春さんが、その松本さんが性加害をしたっていうふうに断言してるわけではなくて、A 子さん、B 子さんが、私たちは確実に松本さんから性加害を受けましたっていうふうに断言していて、その断言している A 子さん、B 子さんの意見を文春という媒体を通して伝えていますよ、みたいな書き方をうまくしてるわけなんですよね。はい。で、これがすごい重要なんですよ。うん。要は、その文春っていうのは A 子さん B 子さんの発言をみんなに届けるメッセンジャーという役割をしてますよっていうスタンスにちゃんとなってるんですよね。これが仮に A 子さん B 子さんというかもうその文春さん自体が松本さんは性犯罪者である、松本さんは性加害をしているのであるっていうふうに、文春さんそのものが発言してしまうと、これはですね、いろいろと裁判で不利に働いてしまったりとかするわけなんですよね。うん。だから、つまり文春さんっていうのは今まで数々の芸能人とか、それこそ政治家、まあ、最近でも政治家のね、小池さんだったりとか、あとはなんとか、ひろゆきさんです。なんとかひろゆきさんっていうね、パパ活ですか？やってた人もそうですけど、最近ね、文春って、やっぱりその芸能人もそうだし、その政治家もそうですけど、数々のスキャンダルを暴いてはいるんですけども、やはりですね、いろんなことを告発してるだけあってですね、告発し慣れてるわけなんですよね。いかに大きな、まあトラブル、要はトラブルに発展したとしても、自分たちにあまり不利に働かないように、でもそれでいて、そのね、内容をしっかり世の中に届けるためには、どうすればいいかってことをですね、ものすごく精査してやってるわけなんですよね。だからこの辺はやっぱり記者の腕と言いますか、うん。なんかこう老獪なね手段と言いますかっていう感じがします。うん。でそれに比べてやっぱりガーシーさんって当時はですね本当におい誰誰聞いとんのかおいお前の家族がどうなってもええんかみたいな感じで、なんだったら家族のこととかですね、引き合いにしてまで言ってたんですよね。はい。だから、やっぱりああいう言い方をしてしまうと、ね、まあ言ってみたら、その、まあ警察も動いたりもするし、うん、ね、脅迫という形で警察も動いたりするわけですよ。だって逆に皆さん考えてほしいのが、文春さんって脅迫で訴えられるとこってやっぱりないんですよね。それこそ今までですよ、その暴露した、要はそのスクープを報じた結果、そのね、報じられてしまったですよ、弁護、その芸能人の人からですね、文春さんっていうのは名誉毀損で訴えられたことはいっぱいありますよ。いっぱい。それこそ松本さんも現在名誉毀損で訴えます。はい。なんですけども、その、文春さんをですね、脅迫とかで訴えられたことはないんですよ。うん。それやっぱりなんでかっていうと、脅迫にならないようにうまく書いてるからなんですよね。それこそ松本さんの件もですね、第一報を報じた後にですね、それから8連続くらいですね、バンバン報じまくったじゃないですか。ね。あれとかも、ね、常習性の脅迫罪みたいにならないように、うまいことちゃんとね、頭を使って書いてるわけですよ。それこそ弁護士さんとかにもきちんとリーガルチェックとかしてですね、その上でうまいこと書いてるわけですよね。うん。だからそう考えるとですね、そのガーシーさんのやっぱり以前のやり口っていうのは、すごくリスクが高い方法を取っていたんじゃないのかなってことが、今思えばすごくわかりますよね。うん。だから僕はやっぱりそのガーシーさんの今回はですね、犯罪、その投資詐欺の告発動画のその部分をですね、しっかり全部見ましたけども、うん。なんか本当に、まさにフルモデルチェンジ。もう本当人が変わったよ。なんか付き物が取れたような感じになってですね、うん。なんかすごい淡々と話してらっしゃいました。うん。はい。まあ、あと、多分ですね、ガーシーさんはこういうふうに犯罪者、自分の名前を使った犯罪者だから言ってるだけであって、おそらくこれから先はですね、やはりその芸能人の暴露とか、例えば仮にね、ガーシーさんの知り合いがどんな犯罪を犯していようとですね、それを世の中に発信するとか、そういうことはもう多分全くないんじゃないかなっていうふうに思いました。うん。だから今回はあくまで本当にイレギュラーなパターンで、弁護士さんにもちゃんと話を通して、いかにそのね、犯罪性がないような感じで伝えるにはどうしたらいいのかってことをきちんとですね、話し合った上で、極力冷静に脅すことなくちゃんと伝えたっていう感じなので、うん。今回はだからすごいイレギュラーパターンですね。はい。おそらくこれ以降はもう何もやらないんじゃないかっていうふうに僕としては思います。うん。まあ、それが正解ですよ。はい。せっかく執行猶予をもらったんですからね。はい。取り消されたりしたらたまったもんじゃないわけですから。うん。だから、まあ、ここはね、しっかりとね、やるべきですよ。まあ、おそらくですね、実際ガーシーさんのね、その、投資詐欺の暴露もですね、実際に検察もですよ、相手方のね、検察とかも絶対見てるはずなんでね。はい。ちゃんとチェックしてるはずなんで、あいつまだ変なことやってねえかなっていうふうに絶対チェックしてるはずなんで、はい。だから、まあ、あの形がやっぱりベストなんじゃないかなっていうふうに僕としては思いました。うん。というわけでですね、今回はここで終わります。この話にですね、ちょっとご共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。